メチルホセホンサンジメチルは分子式 C3HQO3P または CH3POO2 で表される有機輪化合物である無色の液体であり主に難燃剤として用いられるアリン酸トリメチルとハロメタンを用いたミカエエリスアルブーゾフ反応により製造が可能である化学兵器禁止条約におけるスケジュールに指定物質である塩化チオニルと反応すると メチルホセホン三軸のリドが生成し、これはサリンやソマンなどの神経剤の原料に用いられる。この反応は主樹のアミン類によって触媒される。神経ガス検出装置の構成用にサリンの代替物質として用いることもできる。民間における主な用途は難燃剤である。その他の用途としてはガソリンの仮装着化防止剤、消耗剤、過疎剤、安定剤、 柔軟剤、耐電防止剤、溶媒への添加剤、低温下における作動液などがある。1987年時点での米国における年間生産量は9万1000から91万キログラムだった。有機合成においては触媒、または主役として用いられ、非常に反応性の高い入り道生成する。アムステルダムで発生した。 LR 航空1862便墜落事故では、他の化学物質とともに積み荷に含まれていた190リットルのメチルホセホン酸ジメチルが放出される結果となった。ありがとうございます。